さらに8番山下学と中部埼玉ライン動いていって残り2周回、今6番外田新都に外から蓋をする形で2番竹内優作3番手です。誘導の後ろでは佐伯翔、鈴木誠の福島勢が待っていって残り1周半、まだ7番佐伯翔の前受け、6番外田に蓋をして2番竹内がジャンスギ四角で踏み上げます。今度は福島勢7番佐伯翔がやはり位置を狙ってくる、インコースから6番外田新都も2番手争いに参戦で、竹内の後ろは6番外田がさばくのか、9番伊藤正樹3番手で内は7番佐伯翔、今度は7番佐伯と9番伊藤正樹3番手もつれたが9番伊藤正樹交代です。先頭逃げる2番竹内、内からさばいて6番外田が2番手、その後7番佐伯翔が踏み上げてくる、さあ先頭竹内を捉えた6番外田新都が抜けたリード、下進半後輪2着は福島勢で3番鈴木誠と7番佐伯翔。